皆さん、こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。深津絵里さんが2代目ヒロインを務める NHK 連続テレビ小説カムカムエヴリバディ類編。1月24日放送第58回でトミー、早乙女太一さんが見せた熱い友情に視聴者から称賛の声が上がっています。ジャズトランペッターとしてデビューするため、上京したはずの丈一郎。しかし、一向にデビューする気配もなく、大阪に届くのは悪い噂だけ。そんな中、トミーは、いるはずのない大阪で、丈一郎を偶然見かけます。宿に乗り込むと、丈一郎の胸ぐらをつかみ、トランペット、どこや、どこに置いてきたんや。トランペットも、トランペッター大月丈一郎も、と、熱く問い詰めます。原因不明の病で、トランペットがまともに吹けなくなっていたことを、大阪の人たちには、隠し通そうと思っていた丈一郎でしたが、トミーの熱い思いと気迫が伝わったようです。丈一郎のまさかの告白に、自分のことのように、ショックを受けるトミー、ジャズ喫茶でのライブに出演しますが、酒を煽って泥酔状態。そこに突然現れ、トミーをスカウトしようとするのな、佐々木希さんに対して。ふざけんなよ。お前の親父が、ジョーを預かったんやろ。最後まで責任取れや。わけわからん病気になったからって、ゴミみたいに捨てやがって。と言い放ち。ジョーは治る。絶対治る。せやから開けとけ。録音スタジオも、クラブのスケジュールも、ジョーが帰ってくるまで。と声を荒げるのでした。SNS には、トミー最高や。トミー、ええやつじゃの。本当に、ジョーのことを思ってる熱くていいやつ。トミーは、本当にジョーのこと好きなんやな。トミーが駆け込んできたとき、かっこよくて泣きそうだった。などの反響が寄せられます。結果的に、早い段階で、誤解だったことが、ルイにも伝わり、彼女の決意にもつながります。トミーがいなければ、もっと長引いていたことでしょう。ルイと丈一郎の周りは、本当に、みんな温かい人たちばかりですが、今回のトミーには、本当に胸を熱くさせられましたね。ここからは、ネットの声をご紹介します。トミー、最初は、プライドの高い、いけすかないやつかと思っていたけど、こんなに友情に熱い人だとは。ベリーちゃんもトミーに似てる。口は悪いけど、なんて、いい人たちなんだ。本当に、このシーンは良かった。ジョーを責めた後に、え、違うの。と、表情を変える演技。二人とも、本当に、本当に良かった。名人芸。ジョーは治る。私も信じたい。今日は、トミーのかっこよさが際立つ回でした。最初は、キザなお坊ちゃまのイメージだったけど、本当にかっこいい。男同士の友情が泣ける。ベリーとルイちゃんの関係性も大好き。トミーは本当にいい人だと、強く思った。トミーにとって、ビッグチャンスなのにもかかわらず、ジョーの場所を守ろうとした。トミーの熱い思いに、うるっとしてしまった。ほんとトミー、かっこよかったな。惚れてしまいそうでした。ナナさんいい人だけど、あんな風に、東京来てみない?なんて言われたら、確かに、バカにすんな。ってなるよな。ジョーのトランペッターとしての才能を誰よりもリスペクトしていたトミー。旅館まで行って、彼の胸ぐらを掴んで本意させようとした。まさかのジョーの告白に自分のことのようにショックを受けるトミー。ナナの東京への誘いを断り、ジョーのために鳴らしたトランペットは泣いていたのだろう。ジョーを唯一のライバルと認めていたのだと思う。普段のプレイボーイの姿とはまるで違って、あのトミーは本当に男気に溢れていた。もうみんないい人すぎて涙が止まらない日でした。ルイのジョーとの回想シーンや、
竹村のご主人が病気の説明をルイに伝えた無音のシーンは、15分ドラマとは思えない映画見てるような素敵な感覚でした。本当に見直しましたよ、トミー。いいやつです。トランペットが吹けなくなったことを自分のことのように悔しく思ってるんだなぁと感じました。繊細で良心なくし、生きがいのトランペットも取り上げられ、超に残酷な仕打ち。今後はなんとかルイちゃんと幸せになってほしい。トミーさんが言いたいこと全部ぶちまけてくれてすっきりした。小暮マスターも優しいし、この時代は情け深い人がたくさんいたのだろうな。叶うならタイムスリップしてしばらく住んでみたい。トミー、かっこよかった。大人の俳優陣が若者を演じてるけど、昔の映像を見てると昭和中期の若者って現代に比べてすごく大人びてるんだよね。だからしっくりくるんだろうな。レコーディングとか高級クラブのステージとか雑念がなくなれば、ジョーのイップスは治るだろう。トミーは、ジョーは治ると信じているんだね。ベリーも、もちろんルイも治ると思っているので、なんとか治ってまた、ルイにトランペットを聴かせてあげてほしいです。みんなが、こんなに、熱くジョーを心配しているので。ほんと、俺たちのトミーも欲しいぐらい。チャラいやつかと思ったら、男気ありで友達思いで、トランペットをこよなく愛し、でも、サラブレッドとしての自分の弱点も知っていて、思い立ったら、言葉や行動が先に立つ、クールと見せかけた熱いやつ。旅館で激しく詰め寄るトミーに、ジョーが、最後に、ふっと心を開いた表情になったのは、胸が詰まった。いつか、トミーのトランペットも、日向の道を歩いてほしい。そして、その時に、横にベリーちゃんがいれば最高。ネットの声は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。